改めてセブンの MV を見てみよう。どうもセブンでーす。さあ今回も、前回続きまして第2弾、改めてセブンの MV を見てみよう。アンドワイ編。はい、アンドワイ編。アンドワイ編もね、はい、ちょっとライブとまた全然違う、世界観がすごい強い MV になってます。アバンギャルドなね。そうです、こちらね、グランドワイさんと、はい、セブンオーダーとコラボ企画の中の一環ということで、はい、イメージの世界観に合った楽曲と MV を作った。そんなね、はい、アンドワイの PV 早速ね、はい、見ていきましょう。前回と一緒で、まあ、気になったポイントあったら皆さん、うん、はい、ちょっとストップと言って、はい、止めて、ちょっとどこが気になったら言っていただけると、はい、行きましょうか。じゃあ行ってみましょう。マネキンみたいなやつだったもんね。マネキンだね。これね、あの、瞬きをさ、しないで。そうだね、そうだ、大変だった。そうだよね。いいね、すごいわ。若いからさ、止めるとあこの曲だったんだみたいな。確かに、確かに。出た、出た、欲望のまま。こんなしか流すの少ない。そうだよ。いやーすごいね。ちょっとやばい、ね、スペックみたいなね。上からね。上からっていう。あ、これあれですよね。あ、でもそうだ、ちょっとそう、裏話で言うと、これ本当にグランドワイさんのプレスルームを実際にお借りしてやってるんですよ。だからプレスルームもかっこいいよね。かっこいい、おしゃれだった。絶対ここ使わせてもらえるんだったら使いたいよねって。めちゃめちゃ頼み込んだ、ね、続きまして、楽しんでる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 、マイクグルメだ。おっとおっと、乱れ混ざる君とずっと踊ろう。そう、マイラブ Don't think we just dance。 かっこいいわね。いいよね、正面のカットかっこいい。これはね、これも俺らがミートを振り付けてくれたのを自分たちで振り送って、カットするのを送って、そういう感じでやりたいです。そうですね、フォーメーションとかも。それを見て、画角考えてくれたりしました。はい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 、やっぱ気になるな。ねえ、どうしました。最初はまあね、全然見れたんですけど、サビ最後にもう一回行ったら、ずっと動いてないよ。ずっと動いてない。ショートロンプやんないなと思って。全然出さねえなと思って。テクが悪すぎて出せないよ。ずっとバスなんだから。監督さんからは指示あったんですか、こうずっと見ててくださいみたいな。あんまりそのなんか笑わないでみたいな。ああ、うん、そのなんかその無機質な感じで。圧がすごかった、ね、ロボットだもん、ね、確かにやばいよ。でも引っかかりにはなっちゃうじゃないか、ね、なんかちょっとこうインパクトが強い。ドキッとするもん。では細かい行きましょう。やっぱり出たりはかっこいいよ。でもこれいいよ、世界観いいよね。すごい、あんたやつだよ。そうそう、かっこいいじゃん、目。ミュートしてるの。ミュートだから目いいよね。そうだよ、なんか三拍感が超効いて。あ、いや、トラップしてるよ。あ、じゃあ、めっちゃくちゃ決めてた、今回。今回もいいっすね。今回いいっすね、今回。やっぱ味出して。キレッキレだもん。髪型もだってめちゃめちゃ似合ってるもん。で、4を引くサラダ。ハートの4を引くサラダ。4欲しかったのかな、あれだね。俺さ、結構長回しで何回もずっとやってたんだけど、マジで同時合だった。ちゃんとやってたんだ。ババ抜きやった。ババ抜きやってたんだけど。じゃあこの状態ってことは今ババを探してるから。そうそう。自分がババ持ってるから。同時合。あ、違ってんさ。俺がさ、こうやって迷うやつじゃん。でも持ってるサナピは、持ってるサナダがそんな顔できるから。すごい選ぶの。選んでくんの。選んでくん。お前やで。ババはサナピなのに。ではでは続きます。わっすごい、ババの引いたら、ババの引いたら、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 引い
応にやけダメだよって言われてたけど、なんかこれはなんかいいねにやけちゃう。あ、にやけちゃう。これはいいにやけだね。いや、マジ弾いてくれたから。弾いたんだ。ハイちゃんがまさか弾くと思わなかった。じゃあ本当の表情なんだね。本当に笑っちゃったの。弾いたなって。それが良くて使われてるんだ。これサラミのカットだったから僕だよって爆笑した。でもすごいいい仕上がりだよね。続き見てみましょうか。実際リアルに本当に帰ってたもん。帰ってた。帰ってた。リアルこれ一番似合ってる。鼻型すごいかっこいい。すごいね。歪んでる。めっちゃ歪んでる。めっちゃ歪んでる。やばいな。折れちゃうんだよね。これ折れちゃうのよ。ちょっと待って、気になるよね。ちょっとあの、すげえ見てたな。お酒をね、お酒を楽しむシーンだから。そう、だから飲みたくてしょうがない今俺。飲みたくてしょうがない。飲みたいよね、だからね。これは、しょ…なっちゃった、難しかった。マイクだと思ってた。確かに。あれマイクの持ち方なんだよ。初期だもんね。飲まんてやばい。飲まんかい。酒が大好きすぎて。見るだろ。スリスリスリ。スリスリしても飲まん。見る線かもしれない。見る線。あれ中身なんないぞ。麦茶。麦茶。かわいい。なおさら麦茶。麦見てたの。麦見てたの。俺麦ですとか言って。ちょっと待ってるね。飲まず。もう目つぶってる。これはあえてみんな真顔で不可解な演出なんですけど、右後ろの。そんな目開かないこれ。しかもなんかちょい下すぎない？下だね。もうちょい上来てほしいよね。もう一回見ていいですか、一瞬。お願いします。いや、開いてる時もあるんじゃない？ほら、ほら、なんかちょっと映るじゃん。ちょっと待って、開いてないよね。あれは開いてない。あれは開いてないな、これ。体寝てない、これ。体寝てるでしょ。背後霊みたいな。背後霊みたいな。今寝落ちそうで。リュウと呪ってるやつみたいな。確かに。じゃあ続いていきましょう。これはすごいね。やばいね。ちょっと待って。寝てたんでしょうね、さね、あれ。これすごい、めっちゃいいよね。声めっちゃいいよ。めっちゃ緊張してる。本当こういうアーティストいそうだな。それでしばらく1年ぐらいやったら、僕は今メイクと。しばらくこれ、これでいく。アーティスト中に。ああ、いいね。すごいよね。クラスキーマン。おば、おば、おさだけでどうか、おさだけ。あはすいません。酔っちゃった。飲まず潰れてます。飲んでないから。飲まず。どちらも多分今一滴も飲んでない。飲んでないけど潰れちゃう。水タイプなんだよねと。シャラビンとかも置いてないから、多分これ一杯目の。減ってないよ。二人で寝るには机小さいよ。小さいね。ガシャンになるね。ああ、ごめんごめんごめん。実際こんな体重乗せられないからね。けど、いや、乗ってないよね。乗ってない、乗ってない。そうなんだ。そうなんだ。もう浮いてる。めっちゃきつい。続きまして、いきましょう。あれ、また見てたのね。また見ちゃう。またハギちゃんが。ちょっと見てる可能性あるな。あ、でもちゃんとプレイしてんじゃない。いや、違う、コマだやってんの。
もう、ワイドキャン通してずっとトラブルじゃない。では、続いて見てみましょう。すごい見たい。見てますね。あ、どんなの？綾野剛国のスタッフね。綾野剛国だったね。大変だったなこれ。大変だったね。本当にだったね。いや、すごい。一番最後まで目移るからね。なるほど。すごいなんかこう初めての体験だったからさ、うん、そうだね、めちゃめちゃなんか楽しかった、楽しかったすごい。ライフとそのアンドワイは違うの、スタッフあの映像違う、あ全然違います、監督さんが違う、監督さんも違うし、スタッフさんもやっぱその雰囲気によって全然違うし、確かにライフは男の人ですけどアンドワイは女の人だし、その人自体も奇抜な感じなの、すっげーおしゃれ、おしゃれ、ライフの時のスタッフさんだったら確かに血出てたね、出てたね、落ちてロケが大変すぎてガチャンと落ちて血流してそこになんかそうね、アニメみたいな、そうだった、 T シャツみたいなのがさ待ってた、血止めてじゃない、血止めてみたいな、何度みたいな、そんな感じだったじゃん、ライフは。これはまたちょっと全然違う雰囲気で、なんかミュートのピン少ない問題みたいなのあって、なんか最後だったんですよ、自分のソロが、うん、まずそのアランとヤスが2人で始まった、うん、撮り終わったところにで俺がちょうど入りで入ってきた時に、うん、もうめちゃめちゃやっぱ、うん、ついてたじゃん、うん、銀がいろいろね、からなんかどんどんみんなサンピとかハイちゃんのものがすごいついてて、目のところジャンルがもうそんなじゃないよ、だからこれをイメージしてきたからさ、アランで、うん、こう、うん、あーわ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 ー、なんかつくんだなと思うんですよね、でも俺なんか、銀のワックスみたいなのニューンニューンピーンでオッケーですって、このほら猫はすごいね、銀の人でね、そうだよ、確かに照明とか入ると超いい感じだったけど、うんうん、マジの生で見たら、顔色悪くないこれだけうち顔メイクしてるよリトルグレイだよね、だからさ、色がいや、こういうのもちょっとセボーダーで新しい扉を逆に開いてもらいましたね、まさかありがたいよね、ちょっといろいろ怖がらずにね、チャレンジしていきたいですね、これもというわけで、以上セボーダーでした。